はい、これ強くなりましたよという話です。ハトさん、何これ強くなったよ。これって何？多分今映ってると思う。はい。お、今47レベル。うん。でボスなんやで。ボス。キャプチャーとかできるようになった。キャプチャーは今した。できるように。うん。で究極級がクリアできるようになってる。おおすごい。超級の上の究極級がクリアできるようになって。究極級。究極級。マジよ。マジマジ。うん。マジマジマジ。マジ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 。これね、なんかね。うん。アップデートしたらデータが消えたっていう人みんなおってね。おお。アップルストアのレビューのとこにデータ消えた、金返せっていうのがあって。マジで。そればっか50件ぐらい。ちょっと、やばいね。50件ぐらい課金したのに、で、お金返せとか。やばいね。俺ネット上にデータ保存しといたでさ、助かったけど。うん、評価がめっちゃ悪いよ。あ、今のアップデートのやつ。うん。ええ。やばくねえか。ね。でもこれ意外と面白いやつな、俺的に。ハマっちゃう感じあるさ。アップデートしないでやったらいいの。じゃアップデートしないかんねえ。ゲームできんもん。ああ、そっか、動かないのか。うん。マジか。みんな消えたって言ってるな。うん。ネットの人。あ、ボスか。ボスバトル。ボス戦。誰だ？え、ランプの魔人。え、なんか新しい曲やな。なんかダルシムのお父さんみたいな。ダルシム？ダルシムのお父さんみたいな。やったわ、ダルシム。あのストリートファイター。あー、あれか。うん。ヨガファイヤーっていう人。ダルシムのお父さんみたいな人だなって。やべ、楽勝やな。楽勝。よっしゃ、これ進化するかもな。これやっぱ、うわ、進化って相手か。進化っていうか第二形態。中二病だ。中二やな。中二病来ました。中二病入りました。いや、中二病始めました、ね、中二病始めました。冷やし中華始めましたみたいな風に。でも弱っちいという。弱っち。いや、もう楽勝やな。楽勝。なんだ。お、死んだ。よっしゃ、クリアした。じゃあクリア来ましたね。お、そうやそうや、パズルランク上がって、でスターピースが5個来るはずや。5個。来たー、来たー、スターピース5個来たー、来たー、来ました。来ました。ワールドクリア。
ワールドガチャだって。おスーパーレア。ガチャをするだってカトさん。ガチャをする。え、うわ最悪銀や。なにこれ、ちょっといい感じみたいな。ワールドクリアか。あ、それが助ける人か。そして謎の少年、こっから始まるってか。ねえやばくね。秘密。なるほど、近日アップデートか。カミングスーン、カミングスーン。でもってちなみに俺のモンスターはこんな感じ。これかっこいいやろ、これかっこいいやろ。すごっ、これ取ったんやて。上級クリアして。ラスボスみたい。ラスボス倒して取った。あ、ラスボスなんだ。ラスボス倒して取った。でこれもかっこいいやろう。あ、それいいね。んでこれかっこいいんやて。これ進化させた。ほれかっこよくね。あ、すごい、ビリビリビリってなってる。こんな感じか。上級クリアできるようになってるな。これはいつも通りか。よし、こんなところやな。47レベル、サーフィース26個。よし